皆様おはようございます、こんにちは、こんばんは。今日は僕のヒーローアカデミア、ヒロアカの5期の2話でございます。前回では回想エピソードというか、まあ、全ての主人公たちの設定とかどんな力があるのか、ワールド設定とかそういったおさらい話がありまして、今回の2話からやっとストーリーが始まるっていうことで、Let's go 始まりましょう。 Start。 エンデバーか、変なやつに出会ってしまったよな。お前がいるとは聞いてねえ。怖えわ。お前がそれ出したのか。俺もいまいち覚えちゃいない。スナって誰だったっけ。休んでてください、俺やります。やれんのか。でも時間稼ぎくらいは勘弁してくれよ。こいつ超強そうやけど。取りに来ただけなんだ。俺が勝てるはずねえだろ。安心創痍のトップ2相手によ。あ、でも誰か、ウサギちゃん。ニュース見て飛んできたぜ。ありがてえ。連合だな。蹴っ飛ばす。さ、いいとこだった。藤子さん。あ。また今度のナンバーワン。誰、藤子さん。あのテレポートできるやつじゃないよな。もう遅いか。ウサギがいくらピョンしてもダメか。まだまだ始まりだですよね。もう決まりだよ。もう一件落着だってなった瞬間には、いや始まりだってもう決まってるよね。騒いでもらいますよ。ちょっと暗いけど可愛い。パポパポパポパ、猫かわいいやつめ。あ、押してしまった。ポトトトトトパポパタポポタポ。みんなすごいコスプレしてんな。いつもながらもコスプレしてんやけど。あ懐かしい。こういう少年系アニメって光がプワーッとなってる時にはブライトネスを下げないといけないんだよね。いきなりキュッ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 って光が輝かしいだと、なんか子供たちが見ると、まあ普通に大人でもそうやけど危険だから下げてんだよね光を。よし始まる。おい猫、もっと仲良くできないかな。ダビ、雑魚バネしか残ってなかったんじゃねえのか。嘘つきと丸腰で会うわけにはいかなかったからな。予定じゃ明日海沿いの工場だったはずだ。それが街中、しかもあのノーム、これまでのとは明らかに次元が違ってた。そういうのはあらかじめ言っといてほしいな。だよな。気が変わったよ。ノームの性能テスト初め言わなかったっけ。しかし違うというならそっちも適当な強いやつって。お前らちょっと根回ししたやん。ナンバーワンに大ダメージ、喜ばれると思ったんだけどな。約束は破ってない。お前ら
グルなの？いきなりナンバー2ヒーローを信用しろって言っちゃったぜ。なんで今日のあれが死者ゼロで済んでる？俺たちに共感して協力願い出た男の行動とは思えない。こっちもヒーローとしての信用を失うわけにはいかない。おお、やっぱりお前グルってんのかよ。ホークス、あんたどうなんだろう。スパイなのか。詮索する。っていうことはそういうことなんですね。でしょうね。でもヒーロー2のやつ送るか。しかしきついですね。だってお前のせいでエンデバーこんなことになってることは間違いないじゃん。ごめんなさい。俺はどうした。こいつ面白いビレンだよね。お、ていうかお前羽戻ったじゃん。よかったよ。かっこいい。俺も怪我した時使っていいですか。それより貴様、あのノーマ、違うんだけどな。新トップ2が駅前歩いてりゃ目立つし、ワンチャン狙ってた敵さんの目についたんでしょうかね。悲しくなるよ。街中歩いて存在アピったのは所詮言い訳作りのため。なるほどね。お前頭いいわ。連合捜査チームに連絡つけないとですね。うわ、これ大変だよね。スーツケースをこうやって持ってあげること、マジ大変。あれクラスが現れても対抗できるよ。協力を仰いだ。エンデバーはそんな気遣いせんでしたっけ。やくぞ来たか。羽がちゃんと返そろったらまた活動再開です。多分もう1日くらいですかね。ほんと大変だよね、スーツケース。飛行機とか乗ってるときはいつも苦労してます。住んでる？住んでた？三軒茶屋の駅では階段しかないしね。エレベーター全くないから。でも顔は超ほう。それで家族はめっちゃいい感じになったんですね。俺が汚れてみんなが安心できるようになるのなら喜んで引き受けますよ。あんた頑張り子やな、本当。ホークスかっこいい。
ソニックみたいな感じやな。フォークス、背中の羽を実在。あ、早いんだよね、これ全部読もうと思ったら。ちょっと外人向けではないですね、スピード。マジビビってんじゃん、猫。ちょっと猫になりすんね。ね。誰ともね。ね。聞こえてるぞ。姉ちゃんごめん。やっぱ無理っぽいよね。夏。夏を言いたいことがあるなら言え。言えってよく言うね。俺さ、ショートがそば好きだなんて初めて知ったよ。おう。あんたが失敗作の俺たちと関わらせないようにしてたから。ショート見るな。あれらはお前とは違う世界の人間だ。なるほどね。きついな。なぜか許す流れなんだけどさ。俺の中じゃイカレ野郎絶賛継続中だよ。変わったようで全然変わってない。まあ変わろうと知ってるとこだよね。ここでパパはごめんって言えたら。勝手に心変わりして一方的により戻そうってか、気持ち悪いぜ。とりあえずごめんから始めよう。これから向き合い償うつもりだ。あっそ、悪い姉ちゃん、ごちそうさま。はい。姉さん、夏にがあんな感情を向き出すとこ初めて見た。よかったじゃないか、逆にこれでいいんじゃないか。エンデバー？あんなにかっこよかったのに。目三つあるやん。いやもう本当に変なやつばっかりなんだよ。怖いよ顔。ミルヤ君。あのミルヤ君思い出すよね。すごかったね、マジ感動したよ。夏兄の言ったことはその通りだと思うし、お前がお母さんにしてきたことはまだ許せてね。だから親父としてこれからどうなっていくのか見たい。でも親父と言った。家族のためでもあろう。エンデバー、答えはきっととてもシンプルだ。あの時結局何だったのか。月並みでシンプルな思い。彼らの未来を保証しなければ、それが頂点の務めならば、ならば俺が積んだ未来は。だよな、結構やばいぞ。だけどこれからできること考えるべきだ。今まで済まなかった。お、言えた。夏男にかける言葉を間違えた。
パパ頑張るわ。これこそめっちゃかっこいいわ。自分の過ちを正そうとする人間。あるよね、そういう日。さて、うん？おお、また今までのやつら？今までのワン・フォー・オールのやつらやろ？せやったな。喋れない。右手の自由は効く。足がない。それぐらいしか力入ってないってことなのかな。一人が力を培い、その力を一人へ渡し、また培い、次。そうして救いを求める声と義勇の心が紡いできた力の結晶。本当大変な力だよね、このワン・フォー・オール。おい、これオールフォーワンじゃないんですか？大塚明夫。え？兄さん？これ。日暮らしのナコロニーのケイチにめっちゃ聞こえるんだけど。なるほど。怖えよ。それを取ってあげた。なのにめっちゃ怖いな。両親からも隔離されてしまった。仕事帰り、異能の集団に襲われたそうだ。頼みのスタンガンは無効化された上、触手状の毛髪で体の自由を奪われた。ダメだ、戻れなくなるぞ。どうしたの？頼むよ、早く。よっ、彼に与えた。そしてこの人からパクった。まあ人を操るのもうまいですね、オールフォーワン。捕らえられた。忍びみたいなやつやな。あ、みんな体弱いんか。へえ、こいつも異能がなくて。みんなってそうなのかな。ワン・フォー・オールのやつらは。で捕まえたん。
だから殺した？倒した？いい。これは政治みたいなもんやないか。なるほどね。悪者に憧れるっていうわけなんだ。おい、何した？結局何を与えたろ？与えたのか？ワン・フォー・オールの力。え、壊れた。え、なんで？あ、自分がなんかしたのか。その手はやばいことになってる。え、終わった？こんなことで終わるのか。まだなんか勉強してる最中みたいな感じだったけどね。過去に何が起こったとか、しかし今回は轟のシーンが良かったよね。エンデバーパパが変わっていく、あれは本当かっこいいと思うよ。本当にみんな変な形するよね。なんだなんだい？何が買いたいのか？ヒーローチップスか？ヒーローズチップ。お買い物はしてるのはいいんだけど、これってつまりそういうことなのかな？何かフィールドトリップなのか、キャンピングとか行ってんのかな？これってチーズが欲しい？この買い物の目的は？パーティー？ Happy birthday to you。 バースデーパーティーか。次回。あ、よくあるやつやん。でもあんたらは負けないよ。お、キノコ。皆さん、今日のエピソードはエンデバーが改心するかっこいいパパになろうとしているところ見れたし、そして、ワン・フォー・オールとオール・フォー・ワンの由来の話について知ることになったんですけど、次回では猛烈なアクションが始まろうとしていて、A 対 B のクラスの戦いになるんですけれども、まあ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 、どうなるかってわかるな。勝てるでしょうね。さあ、ではでは、次も見ていきましょう。Until next time, goodbye. おおきに。